スポケーン交響楽団はアメリカ合衆国のワシントン州スポケーン市を本拠地とする70人の奏者を持つオーケストラである。年間の公演回数は60を超え毎年15万人以上の聴衆が訪れている。1945年にスポケーンフィルハーモニックとして設立。1962年に現在の名称であるスポケーン交響楽団に改称。 シーズン中には、10回のクラシック演奏会と6回のスーパーポップス公演がスポケーンオペラハウスにて、また3組の室内オーケストラ演奏会がメトロポリタン舞台芸術センターにて開催される。また、ノースアイダホ大学で年に2回公演がある。さらに、室内学の夜会シリーズを2000年より、ダベンポートホテルのマリー・アントワネットルームにて開催。毎年8月には、 アイバホ州サンドポイント市で行われる音楽祭フェスティバルアットサンドポイントに招待されている。なお、クラシックの演奏会は現地のラジオ局 91.1KPBX-FM の放送により聴くことができる。ハロルド・ポール・ウェイラン、ハロルド・ポール・ウェイランドナルド・チュリーン・ドナルド・ツリアン、ガンサー・シュラー・ギュンター・シューラー・ブルース・ファーデン。 ブルース・ファードン・バフタン・ヨルダニア・ボクタン・ホードニア・ファビオ・メケティ、ファビオ・メケティ、ありがとうございます。